認可保育施設入所・転所の申請書類についてご案内します。申請書類は令和3年度保育施設のしおりに挟んであります。また、市ホームページからダウンロードも可能です。令和3年度保育施設のしおり13ページに記載されている丸1から丸5に沿ってご案内します。丸1、教育保育給付認定等申請書、兼認可保育施設利用申込書。ご世帯の状況、希望園などを記入します。祖父母の状況については、同居、別居に関わらずご記入ください。希望園は入所を希望する順に、第6希望まで記載することができます。丸2、家庭状況書。各家庭共通欄、各保護者の該当する要件の欄にご記入ください。丸3、令和3年度保育施設入所・転所に関する確認表。一つずつ読んで確認欄にチェックしてください。丸4、児童状況書。母子手帳を見ながらご記入ください。該当しない欄も空欄ではなく、いずれかに丸をつけてください。丸5、各保護者の保育を必要とする事由を確認する書類。保護者の状況に応じて提出する書類が異なります。申請書類に虚偽の記載があることが判明すると、申し込み無効、または内定取り消しや退所となりますので、ご注意ください。丸5の事由に応じた書類についてご説明します。外勤者の方は就労証明書を使用します。保護者記入欄以外は必ず就労先の方がご記入ください。記入漏れがないように、就労証明書の裏面にある記入例を参考にしてください。勤務時間が変則・交代制の方はタイムスケジュール表の提出も必要です。自営の方は就労状況申告書を使用します。タイムスケジュール表、自営を証明する書類、収入を証明する書類が必要です。自営・収入を証明する書類に関しては、就労状況申告書の下記部分、または令和3年度保育施設のしおり13・14ページでご確認ください。疾病または傷病を要件とする方、通院頻度と保育に当たれないことが記載されている医師の診断書が必要です。心身障害を要件とする方、障害者手帳等の写しが必要です。看護・介護を要件とする方、看護・介護を要する方の診断書、または介護保険証の写し、タイムスケジュール表が必要です。妊娠・出産を要件とする方、母子手帳の写しが必要です。就学を要件とする方、在学証明書または学生証の写し、授業の時間割、タイムスケジュール表が必要です。休職中を要件とする方、求職活動誓約書及びハローワークカード、またはハローワーク受付票の写しが必要です。ひとり親の方、戸籍全部事項証明書の写し、児童扶養手当証書など、ひとり親世帯が受けることのできる手当等の受給資格がわかるものの写しが必要です。すべての証明書については、発行から3ヶ月以内が有効です。手帳や保険証、学生証などは有効期限内のものが有効です。保護者の税資料についてです。令和3年4月から8月の入所申請をされる場合、各保護者の住民票が令和2年1月1日時点で武蔵野市にない場合は、住民票があった自治体で令和2年度の個人住民税課税証明書の取得が必要となります。非課税の方も非課税証明書が必要です。
武蔵野市に住民票があった方は必要ありません。令和3年9月から令和4年1月の入所申請をされる場合、各保護者の住民票が令和3年1月1日時点で武蔵野市にない場合は、住民票があった自治体で令和3年度の個人住民税課税証明書の取得が必要となります。非課税の方も非課税証明書が必要です。武蔵野市に住民票があった方は必要ありません。海外にいらした方は別途必要書類がありますので、子ども育成課にお問い合わせください。状況に応じて提出する書類が異なりますので、詳細は子ども育成課にお問い合わせください。